リアルリアルリアルピースさあポー毎回おお止まった止まった。え、これかじゃあ毎回これしなきゃいけない。これさ、ずっと閉まってたやつやろ。いや、そあ、そうだ、そうなったから。あ、だなんかすごい煙なんかタンスみたいなタンスのタンスのところにします喉に突っかかって今の死ぬかと思ったいや今日は、はい、何の回ラッパ飲みの回です。イエーイラッパ飲みラッパ飲みラッパ飲み。今回は、また占いの回になります。はい、協力してくれた高岡さんのお店を貸し切りにね、はい、またちょっとしていただいて、緊急事態宣言の前にねちょっと撮影して、アポロンさんもねゲストで、そうゲストで、そう初めてのコラボ、アポロンさんとやるから貸し切りにして、俺らとアポロンさんだけで、もうあと消毒もして、そう消毒もして、検温もして、今回はねなおの回いっぱい飲んでたね。お前そう覚えてる覚えてる覚えてる。ちゃんとじゃあ大丈夫、ちゃんとしちゃんとしてた。いろんな種類で最初飲んでたじゃん、うん、さ最終的にあれボトルになったけど、うん、あのグラスを毎回さ変えてくれるの、はいはいはい、そう飲み物によって、もうそれが申し訳なくて毎回こうやってくれるからご好意でね。もうはい、そう前回コペがね、はい、あの占いやってね、うんうん、どうだった。さんまさんだったっけ、タモリさん、うん、起業家とかね、100人中1人ぐらいです。120人中1人しか持ってないっていう星、うん、そうを持ってたんですよ。そうコペね、しかもこのメンバーの中にそのな何3 5人中、うん、4人5人中4人120分の1が5人中4人。やばくない。やばいやばい、確率何歩よって話。いや、ね、すごいすごいと思うよ。だってアポロンさんも言ってたもん。びっくりしたもんね。ねこんなことなかなかないって、ねその人たち集まるのもすごい。そうだね、それが集まってるんだもんね。もうすごい、うん、でも5人中1人ってことは誰か持ってないことも奇跡的にすごい。すごい、そうだ、ね、逆に本当にわかる、ね、全部が奇跡的にすごくない。すごい、確かに、ね、だから誰が持ってないかをみんなちょっと当ててみて。当ててください。そう、自営業とかその起業家とかで成功する人は持ってるって言ったから、ね、そう天才グループ、天才グループ。 VTR チェックだ。102番占いアポロン山崎さん直編。はい、では占っていこうと思うんですけど、まず今さっき言ったさんまさん、タモリさんが持ってる保証持っているかっていう話なんですけど、あ、お前じゃないの。いや持ってないの。こいつ持ってるよ。確かにこいつは持ってる。持ってるな。持ってるというか、お前はでも持ってるってもう本当に1日3、40人とか毎日占うんですけど、占って3、40人やったら1日に1人も来ないんですよ、大概。そのぐらいの貴重なやつですよ。だってもうその成功できる人の星のやつなので。え、じゃこれ4人ってやばくない。やばいと思うよ、まあ、逆に1人何やろうないっていうことの方がすごいですよ、逆に。スマップのメンバーとかでも持ってる人はいるけど、持ってない人ももちろんいるので、その持ってないこと絶対食べたわけじゃないんですけど、持ってる人の方がうまくいってるグループが多かったりするんで、まあ、4人いるんは大きいですよね。なおさんは持ってます。よかったこれ緊張するね。するする持ってるかもね、これ1人持ってないのか。これ持ってないやつ脱退だな。まあなおさんも今さっきのコペさんもそうですけど、はい、結構仕事のストイックというか、うん、容量悪いこと嫌いなとこ実は心の中にあるんで、きっちりしてたいって気持ちめっちゃ強いんですよ、うん、なので、でしかも年が下な割に大人っていう星3つ持ってるんで、精神年齢が結構高いんですよ、ね、高い、まあ、高いですね、うん、まあ、リーダーが低いのかもしれないんですよ。リーダーが低いかどうかはまたミーティングは後で始まる。いや、それよりも若い割にはめちゃくちゃ大人なんですよ、うん、例年に関して言うと、うん、ナオさんはもうクールってなってて、邪魔してくるぐらいやったら恋愛まずいらんと思ってるっていうか、まず仕事で成功できる男になりたいって気持ちがめちゃくちゃ強いんですよ。あ、もうそうです。だから週 4,5 日付き合ったんだから会おうよとかっていう女子例えばいたら、いやいやめんどくさって、これもイライライラってなってしまうんで、じゃちょっと無理やわ俺みたいな感じで、わかりますか。わかるわ、わかる。なのでとにかく仕事のストイックに考えれるあの状況を作りたいという意味で、ここの生命線から上に向かって、これはどっちかな、ありましたよね。あ、そうそうそう、両手ともありますね。
この線、これ向上心っていう、向上線っていう線です、うん、なのでとにかくあの成長したい、とにかく成功したいという気持ちの表れというかで出てるので、まあ、この線を持ってるという意味ではまずあの常に頑張りたいというのが、うん、まあ、ポイントになってて、その大人って星が3つあるのもポペさんと同じで、はい、優しさっていう方なので、そういう意味で言うと優しさという我慢するという性格もかつその今さっき言ったさんまさん、田村さんの星も両方持っている2人目ですね。これあの出てくる順番はあれなんですね、あの早く最近入ってきた順にやってるんですよね。あ、だから最新順で、はい、僕はそういう順番にしてくれとも何も言ってないんで、最後は誰かも分からないですけど、はい、そこにどうなるのかは知らないですやだな俺。そうそうです、まあ、一応そういうことがそうなってます。お金の面だけ、うん、右利きですよね。右利きです。右の手の方がこれ、左の手が過去なんですけど、過去はここのところに線が強く出てるんですよ、うんうんうん、利き手じゃない方ね、うん、はい、これは無駄遣いしたくないって言って、無駄結構嫌いなんですよ。嫌いなんですけど、最近、まあ、うん、しなあかんこととかが多くなりすぎてるのか、線がめっちゃバーってなっててザルというか、ちょっとなんか使うことが、まあ別に分かりますよ、このなんかあの悪いこと、悪いわけじゃなくて、なんかうわもういつの間にかしなあかんこと多いから、めっちゃ使ったらいつの間にかこんななくなってるわっていうのがめちゃくちゃ指差してるそうなめっちゃ指ちょっとお金の面がちょっと今やばそのそれこそ過去と未来じゃない、未来というか今、今から未来、はい、全然こっちの方が使ってますね。ですよね、うん、そうなんです。しかも、まあ意味のあるものに関しては使うのは分かるけど、うん、基本的に無駄遣い嫌いな性格なのに、もしかしたらそれはいい意味で、これを頑張るために例えばダンスの練習しようとか、なんか演技の勉強もしといた方がいいんじゃないかとかいうのをいろいろ思うから、まあザルのようになってるのか、結構そういう性格じゃないはずやのに、お金の部分が今までにないぐらいバーって使っているという、なんか別に悪い意味じゃないので。何に使ってんの？俺、洋服。そのお金を結構最近使ってるんだけど、それこそ仕事を効率化するためにお金使ってる。ああ。僕だけ会社員なんですよ。なるほど、だからかこの安定志向な感じ。来年には辞めると思いますよ。どっちを？会社を。会社を。会社を。びっくりしたー。ってなった今。いやいや、やめる。だってあのね、今までずっと親がめっちゃ金あったのかめっちゃ金なかったかどっちかで、金のない状況を作らんとこうとする性格やったから、今までやったけど、こんなに新しい世界ってあるんやって今なってしまったんですよ。でこれを知ってしまったから、もうチャレンジして最悪あかんかったらその後にもう一回考えたらいいやという考え方に変わり出してきているので、この2年1年の間にこの安定志向な向上心という性格の向上するもののなんか面白みがむっちゃ増えてきたんで、多分お金の使う量が増えてるんですよ。だからちょっとその分かりました、その今まではまあちゃんと会社員やってるからお金を減らしたくないってやってたんですけど、もういいや勝負してみようって多分なる時がいつか近々、ね、お前勝負してんよ。まあここの幅が今さっき外れてるっていうのも言ってましたけど、外れてる人が大胆っていうのも、慎重やったのに大胆になってきてるっていうのもちょっとずつあるのかなって。こっちの線は重なってますよね、うん、重なってます、はい、やっぱ左手の方は重なってんのに、右の方が現在が外れてるので今が大胆になってきてるっていう意味なんですよ。そんな手相変わるんですか？はい、変わります変わります。すごいわ、俺分かるの。はい、なのでも今の手相のやつで見れる範囲のことと、まあ誕生日で見てる範囲のことで今言ってるので、すごい、まあそういう意味で言うとね、そういう流れになってきてるんじゃないかなという。あ、すごいね。いや、すげえな、当たるな、これやっぱすごい ね変わったのに、うん、逆な、真逆な、どこの話これ、そこわかんないんだよ、俺はどうなってる。お前どっちも身長だよ。身長だね。俺両方とも身長だろ。身長だもん。あ、コペも身長、うん、なんでどこに書いてあるの。これこれこれ、課長も身長、もどっちも身長、これとこれがくっついてる。ああ、なるほどね。俺離れてるの左。本当だ。だから大胆だったの、過去は。うん。今は身長。ああ。目みたいにできてた。でも離れることあるの、これが。すごい、みんな手見て、カメラ全然見てない。で、なおは、無駄遣いが増えたの。なんだろう、結局さ、無駄遣い俺嫌いだから、うん、無駄なものは。いいかもね。結局、自分のためになるものしか使わないんだけど、無駄遣い。けど、まあ、最近洋服は多くなった。買ってテンション上げて仕事頑張ろうみたいな。そう、そっち側に結構なってきてる、ね、ご褒美になってる。そうそうそう、今までご褒美、
ご褒美でさ、なんか買い物行くとか、ご褒美でこれ食べるとか全くない人だった。食べたい時に食べたいもの食べる、はい、そういう時に欲しいもの買うって人だったんだけど、今はなんかその仕事とかさ、目標があったらそれを頑張るために買うとか、これを頑張ったら買いに行くとか、そういうのが最近増えてきた。そういうのが必要になるくらい打ち込めるものに出会ったんだね。そう、このさ、5人でさ、なおだけさ、ガチで正社員なんだよね。そう、そう、みんな今知らないから、知らないここでも初だと思う。初か、初か、社員、サラリーマン、サラリーマンだよね。そう、サラリーマンしながら、あの、リアルピースやってんだよね。そう、歌って踊るサラリーマン、サラリーマン YouTuber、 サラリーマン金太郎みたいなね。来年とか2年後とかあったらもう先だけどね。そうだね、まあね、うん、全然確かに、特に数を早く結果が欲しいからね。そうで、5人中4人が持ってる星もなおは、なおあったね、あった、あった、しげった。そう、3人の中のあと2人、2人が持って、3人の中の2人が持ってて、1人が持ってない、その星をね、星をね、スマップ、コペの会でしたもんね。スマップでも、うん、もう持ってない人もいる、持ってない人もいるね。全員が全員持ってない人もいる。スマップで持ってないの誰なんだろうな、ね、草薙くんあたりじゃん。今言ってない、今あえて言わなかったんだよ。そう、いるから、ファンの五郎ちゃんとか。やめろ、やめろ、やめろ、やめろ。あちゃビジネス、あ、見ましょう。で、ビジネスっていうのは、まあ、今の自分の仕事がどうかっていうのを今見てみますか、うん、じゃあ大きく見てみますね、はい、それはもちろんもう一個の方も入ってます、はい、ストップ言ってもらっていいですか。はい、ストップ。はい、じゃあ1枚引いていただいて今の状況見てみますね。これ、うん、ミニコやアヒノコが白鳥なのように羽ばたきたいっていう、まあ、あの状況をいろいろ変わってきたことを今楽しんでるっていう変化の今状況で、でその変化の中でも去年がまあ変化やったんですけど、今年が準備勉強っていう年なので、準備勉強して今後どうしていったらいいか見るんで、もう一枚引いてもらっていいですか。今仕事っていう状態です。ちょっと今は受け身って出てるので風に任せて飛んでるというか、どうするのか今っていうのは出てるんですけど、ちなみに本業の方、今でいう本、一応本業に入るサラリーマンというか分かるんですけど、なんかそっちの方の仕事が今どんな状態か見てみるので、そっち側、はい、これかな。それよりも袋の目のように違うところに目が行き始めてるっていう一応カード引いてる。面白すぎる。リアルピース、はい、今門に鍵閉めて、あのこの門を開けるのか開けないのか今ちょっと考えているって出てるので、だからそういう意味で言うと、あの完全にあれですね、やっぱりあの完全に皆さんはちゃんと、あ、それ、まあ、これ一本一本でやってるっちゃやってるじゃないですか。そこの部分に行くのか、まあ、そのバイトをしながらでも、うん、やるのかやらないのかを今すごい、あの門の奥行くか行かないか悩んでるって出てるんですけど、行った方がいいのかどうか見てみますか。見ます。怖いね。でもこれ、これめっちゃ当たるやん。すごいね、すごい楽しい。フォーギブネスって出てるんで、自分の中ってか自分だけじゃなくて親とかも絡んでるのか、許可っていうカード引いてるんですけど、なんかいろいろそのか、まあ、会社もあるかもしれないですけど、いろんな人からのいい、もういたええよっていうのって、あ、だとしたら会社だ、だからその社長がいいよって言ってくれたら、あーってことですね。だからここの許可がちょっとまず必要って出てるので、でももう完全にご本人の中では白鳥のカード引いてるんで、羽ばたきたいというか、そのそういう感覚がもう頭の中になかったので、うん、そういう、あの、あれなんです。自分でも戸惑ってんだろうな、じゃあなのかな。はい、まあ、そんな感じでしたよ。おい、あーね、ロックしてんの、思った、ね、あのアンロックなんて言うかいときながら、ね、アンロックしたいのお前から。アンロックしたいってことだ。アンロックするために袋みたいにいろんなとこに目を向けてと、そのこっちに今行きたいって思っているんだね。うん、うん、ね、まあ、行きたいけど踏み出せない、ね、踏み出せないって状況なんだろうね、うん、なんかその会社っていうのがもうあるからね、うん、そうだね、サリマやってるからね、そこがなんか土台にあっちゃうっていうかさ、うん、あるから変に安心しちゃってるかもしれない。ああ、なるほどね。確かにさ、リアルピースを始めるとか、リアルピースになる前までにさ、培ってきたものだからさ、うん、それはあるかもしれないね。まあ、俺的に感覚は別なんだけどね、なんか、あ、そう、なんかこの、例えば会社ね、会社、リアルピース両方やって、あ、どっちやろうかな、じゃないんだよ。ああ、なるほど。会社、バン、リアルピースって感じだ。別物。そうそうそう。あ、やりたいことしかやりたくない人なのね、うん、だから、うん、今のこっちの仕事の方もやりたいことなんだよね、好きなことなんだよね、うん、好きなんだね、そう、
だからこそ迷ってるのかもしれない。あ、うん、あ、好きなものと好きなものだから、そうそう、俺さ2頭追って2頭 得たい人だからさ、2頭得る人だから、うんうん、かっこいいなお前。そう、俺2頭追って1頭も得ずだよ気持ち的にはさあれなんだよ、なんつうの、こっち半分半分じゃなくて全部全力でやっていきたい、気持ち的には。5時間っていう限りの時間の中で全力でやって10時間分のパフォーマンスを両方でするってことだよね。そう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 、それができちゃうからね、多分なおは。今はまださできてるけど自分の中で、うん、手の中でね。そうだけど、そのやっぱやばい、足りないと、手に負えない になった時にやっぱ選択の時は来るのかもしれない。まあそうですね、そうですね、まあ、2頭を打って2頭を得るっていうのはあれだからね、超一流にはちょっと難しいかもしれないからね。イチローが野球やりながらサッカーとかね、なんか違うねってやつみたいな、やっぱそれだけに全てをかける方がより強いと思う、うんうん、なんだかんだ、うん、それがもしかしたら来年再来年あたりにそういう時が来るのかも、ね、来るのかもね。得られないっていうことが今までなかったから、うんうん、もし今回で得られないってなった時に人生で初めて選択するのかも、ね、こっちが今度あの会社の方がすごい行っちゃったりとか、リアルピースがすごい行っちゃったりしたら多分それが超えてくるんじゃないかな、キャパをね、うん、パッてそれで閉まると思うなだから今回の回でみんなが多分分かったこと、ナオは正社員だったんだ